川上参考人にお願いをいたします。はい、川上と申します。私 の、 肩書きのところがいろいろと入り乱れておりまして、大変申し訳ございませんけれども、実はこの参考人としてどういう立場で、お話をすればいいのかということについてさっきまで迷っておりまして、まあ、基本的には私は大学で民法とそれから消費者法を、まあ、研究教育してまいりましたものですから、やはり一研究者としてお話をさせていただくのがいいだろうということで、まあ、その意味で意見メモの方 の、 肩書きとこれとがちょっとずれているということになりますけれども、ちょっとお許しいただければというふうに思います。で、実はそれとは別に消費者庁の予託法と、まあ、検討委員会の委員長もさせていただいてたというようなこともあって、そこでもデジタル関係のものについて一定の意見をまとめたという経験がございます。で、まあ、これまでのところ、見ました段階では、この今回の取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律案も非常によく考えられたものであるというのが認識でございますけれども、まあ、できればそれに加えてこういうこともお願いできればということで、いくつかお話をさせていただこうと思います。で、お手元に発言メモというのをお配りさせていただいているかと思いますが、初めのところ、それから2番目のインターネット通販と詐欺的な定期購入商法というのは、今井田先生からお話があったところと、繰り返しになる部分がございますので、ある程度省略をさせていただいていいかと思います。で、ただ、まあ、今プラットフォームビジネスというのは非常にグローバルに展開されているということでございまして、まあ、海外でもですね、議論が大いに進んでおりますし、一部の国では立法的な手当も設けられているということがございますので、まあ、こうしたグローバル化に対応するには、まあ、それらのルールとイコールフィッティングの状態というものを求めていく必要があるだろうというふうに思います。で、3ページ目の5のオンラインプラットフォームの構造というところでございますけれども、実は、その真ん中から下あたりに書いてありますけれども、プラットフォームを介して、商品等の販売をしようとする、まあ、ものですね、および、プラットフォームを介してその売り主から商品等を購入しようとする、まあ、買い主等、これはそれぞれ実はプラットフォーム事業者があらかじめ用意した利用規約、まあ、これは約款と呼んでいいだろうと思いますが、そういうものに同意することによって、利用契約を締結するという構造を持っております。で、しかも、プラットフォーマーはその利用者が多ければ多くなるほど価値を高めると、で、利益を上げる、そしてプラットフォーム事業者の定める利用契約によってその全体ルールを事実上定めていくことになっているというわけであります。で、プラットフォーマーと、売り主等との利用契約と買い主側との利用契約というのは、これはバラバラの契約ではなくて相互依存関係にありまして、まあ、言ってみれば多面市場が全体として一つのシステムを構成しているというふうに考えられますために、一方の契約関係だけを切り離して単独で考察するのはこれはまずいということでして、全体を一つのシステムとして観察する必要があるというのが基本的な認識でございます。で、その6のところにプラットフォーマーのその責務というものを書いております。で、この責務に関しては実は有名な Y、というですね、オークション、これについて、まあ、名古屋高裁に判決が出ているのが、
ありまして、まあ、その中で、名古屋高裁はですね、利用者が詐欺等の被害に遭わないように、犯罪的行為の内容、手口、あるいは件数などを踏まえて利用者に対して時期に即して相応の注意義務の注意喚起の措置を取るべき義務と、これを負うんだと。さらにプラットフォーマーは取引のきっかけを提供するにすぎず単なる場の提供者に過ぎないという公弁は今日では否定されるべきであるということになろうかと思います。つまりプラットフォーム事業者というのはシステムの構築者ないしプラットフォーム市場の形成者としての役割を担っているからであります。このシステムのコントロール可能性ということを考えていくとプラットフォーマーの立場というのは売り主の詐欺的な行為など不適切な行為に関する情報が得られた場合には売り主との間での利用契約上も利用停止等の対応を取ることができる立場にあるというふうに考えられるわけであります。で最後の段落ですが、プラットフォーム事業者自身による、まあ、不適切な表示に起因する損害についても、プラットフォーム事業者は、利用者に対して賠償責任を負わないといけないということになりますし、その延長上の問題として、商品、売り主に関する評価システムを、プラットフォーム事業者が導入しているような場合は、その評価の公正さと透明さを確保する。そういう責務があるんだということになります。最後のページになりますが、こうしたですね、利用契約上の付随義務としてレビューの公正さあるいは透明性の確保義務というものが求められるんじゃないかということであります。で今回の法律案これは、どちらかというと行政規制関係のものというものに限られているように思われまして、民事の義務に関する民事規定を今後充実させていく必要があるというのが私の意見でございます。まあ、シェアリングエコノミーにおいてはこれを仲介するプラットフォーマーに情報が集中しておりますから、その意味では一定の制度的対応も行われておりますが、これは民事の解釈上もその買い主のリスクを軽減するためのより積極的な措置を取ることが要求されていいんじゃないかということになります。まあ、最後の7のところにシステム構築責任という言葉を、掲げておりますけれども、プラットフォーマーにおいてはですね、このプラットフォーマーをシステム構築者として、まあ、位置づけて複数の契約ないしそれを構成する、まあ、構成要素とするシステム全体を正面から捉えてルールを整備するということが不可欠であります。でまあ、その一環として、民事的にも、プラットフォーム事業者のより積極的な義務を明文で基礎づける可能性があるというふうに思います。コロナ禍のこの時代においてですね、本法を制定するということは非常に大事なことでもございます。でそれだけにですね、これをぜひですね、改善しながらぜひ良い法律にしていただければというふうにお願いしたいと思います。以上でございます。はい、ありがとうございました。次に増田参考人にお願いいたします。大変失礼いたしました。川上参考人ありがとうございました。次に板倉参考人